背中から行くのが多分普通なんだろうけど、スーパーマンみてえに行っちまったもんだから、まあ俺のあれがさ、まあ、嫌をなくもう縦横無尽にみんなのものにされたっていう、まあでもここにいるみんななら俺は許せるみたいな。ありがとう。大丈夫。引き続き聞くけど、どう？前のワイルドレイディスが褒めたな。だから前行くといいにすんだ。唯一真ん中らへん行くと男がいっぱいいるから、まあ個人的な好きな匂いなんだけど、意味深、意味深だよな。超意味深だね。いや男はいいよな。そこはいいよ、化粧もしなくていいしさ、だいたい出る前の10分前ぐらいに起きたら遅刻は免れんだから。女の子は大変だな、毎日なあ、大変だよな。俺分かってるよ、女じゃないけど昔髪の毛長かったし、なんか分かってる、乾くの時間かかるよな、分かってるよ本当に。でもいつもいつもみんなありがとう。言いたいことはいっぱいあるんだけど、まあ言いたいことはいっぱいあるんだよ、それはもちろん言いたいことはいっぱいあるんだけど、まあ今の状態の俺がボロボロの汗まみれで人様の上に乗っかって、わいせつなものを押し付けて、そんな俺がさ、何言ったってもうきっと今日始まる前楽しみにしてた奴らが、8割くらい楽しみにしてた奴のその気持ちの8割くらいが、あいつ気持ち悪いなに変わってるから分かってんだ。だけどバカ言うんじゃねえよ、幸せかよ。だけどなんか今日は別になんか自分の見え張ってさ、なんかこう背伸びしてお前らになんかこう伝えるっていうか、そういうこと一切したくなかったんだよ。だからもうあいつ何なんだよって思われるぐらいのライブをしようと思ってここに立ってんだけど、まだまだ受け止めておられるかな。なんで日本一取ろうぜとか言って言ったか、まあ世界一とか宇宙一とかまああるじゃん。だけどさ、ちょっとでかいじゃん。でかい、俺さ世界だってさそんなに行ったことねえし、 2カ国ぐらいしか行ったことねえから、そんな俺が世界を語るにはちょっと早いと思ったんだけど、日本はもうほぼ全国行ってるだから、それでいつも感じてることがあるんだよ。こうやってライブしてワンマンやって、お前らとこうやって一緒に汗かいてる瞬間に本当に思ってることあんだよ。俺たちだったらマジで簡単に日本一取れると思ったお前らだったな。今すぐ変わらなければいけないとか誰かに言われたわけでもなく、僕らは進む、目の前には虚構でできた一つの絵や、僕らは音も立てずにドアを開ける。
We'll be right back.
ってる。お前らも全員俺たちの仲間だ。本当に今日はどうもありがとう。チーム B。
楽しい、ありがとう。まさにファイナルだよね。熱気ムンムン、楽しさムンムン、みんな汗びっしょり、フィーバーで最高の一日です。イエーイ。大丈夫、体調悪いね。ね、みんな助けられない、こういうのマジで、うん、そう、ね、ケリーズを助けてあげるのぞ、エンジェル。おい、分かっていく、イエーイ、ほぼほぼみんな死んだ板に住んでないだろ。だからさ、死んだ板って叫ばれたところでさ、なんか後ろめたい気持ちあるよな。あ、すいません、今日初めて来ましたみたいな人っているじゃん、きっと死んだ板にさ。むしろさ、もっともっと日本いろんなところから多分来てくれてるよな。東京とかだけじゃなくてさ、いろんなとこから来てくれてるじゃん。だからもうまとめてお前らのことこれから人間って呼ぼうとするわ。行くぞ信頼だとかじゃない、もう行こうぜ人間みたいな、そういうやつの方がさ、 DNA のなんかもうレベルでさ、あ、じゃあこういう時はさ、遺伝子レベルって言うんだよ。遺伝子レベルで興奮しね。なあ、そうだろ人間よ。じゃあアンコール、いける？アンコール、俺いつも言ってるけどアンコールのつもりになる気ねえから、マジで。こっから
I want love all day。 いいじゃん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 、いけるじゃんいけるじゃん、いけるないけるな。あの言うとくけど俺たちは人間だわ、本番じゃないからな、本番じゃないぞ。お前らの気持ちをガッと上げるためにやったやつだからな。おー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 、分かってないけどお前ら頭いいから分かってない。さあ行きますか本番、行こうか行こうか。ショートさんと一緒にステージ立つって決めてるから、ちょっと真ん中上げて、真ん中上げていける？お、意外に意外に開くやん、意外に開くやんな。来たね来たね、いいね。あ、後ろの後ろまで人がいるよ。おい、バカになってる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 。おいおい、後ろの方で、後ろの方で腕組んで見てんじゃないよ。別にいいよ、別にいい。お前たちのことなら俺は全部受け止めるって決めてる。だからお前らがどこに行って誰にバカにされようとも、俺たちは絶対お前らのことバカにしねえ。そういう誓いの歌、最後ライブハウス。